ガーフィールド役の山里亮太です今日皆さんどうもありがとうございますよろしくお願いしますはいこんにちは、えー、ボス猫、ね、役のジンクスを、えー、声優担当しましためぐみです今日は最後までよろしくお願いしますどうだった僕ガーフィールドの声やったんだけども楽しかったあ,あ,っありがとうもうちょっと仲良くなったらお年の曲げちゃう <laughs> ね。上手だったね,ねありがとね,ね じゃあたくさん褒めといた方がいいよみんなね <laughs> お二人はこの猫のガーフィールドのお仕事に関わる前から知ってましたもちろん知ってました。世界一有名な猫ですからね、はい、うん、うんうん、でも触れ合ったところで言うとまあ僕はちょっと一番最初に出会ったのはまあ、うちのお兄ちゃんがですね、ちょっとやんちゃなお兄ちゃんだったんですけどもあの近所の島村で買ってきたオーバーサイズのジャージの背中にガーフィールドを刺繍されたのです そういうネタを見るのもいらっしゃいますもんね。オフィシャルじゃないと思うんですけど、はい。それが初めての出会いだったかしら、このくらい。でもそこからほらアニメとかでやってるんで見てましたから。そうですか。じゃお兄ちゃんの背中からずっとがつかしたね。歴史長いですね。長いですね。非公式ですけど。 私,はあの私も子供がおりましてもう今15歳なんですけれどもその息子が小学校1年生とか幼稚園の時に毎朝ガーフィールドを本当に見てたんですよ毎日毎日だから朝ごはん作ってる時に子供はガーフィールドを見ててでガーフィールドの途中で私も一緒に出来上がったご飯を食べるっていうもうルーティンだったもんですから今回参加させていただいて本当にね 感動しましたエモーショナルでした、うん、すごい<ー>敵としてなんですけどねそうなんですよこういう形ではありましたけども、はい、一緒にこうね,ね自分がこう参加できていることがめちゃくちゃ嬉しかったです、ねはい、でもね、ちょっと聞いてみんな、はい、えー、ゴーフィールドが来ているんだってあーら会いたいですかおお<ー>。んんせーのアアー来るかなあー 来た来たう,うれうーヒルー嬉しそう嬉しいがーヒル来たラビルだありがとう来てくれたみんなが呼んだからちゃどうみんな嬉しい聞こえたんだ ガーフィールドといえば食べるのが大好きですよねそれから寝るのも大好きですよねですそ,<う>その家猫のガーフィールドが今回外に出ることになっちゃったってお話なんですけれども、はいはい、ちなみに山里さんとめぐみさんは最近です、はい、うこう究極にや、ま、甘やかされた。<ー>はい、もしくは 甘やかかしちゃったったていうエピソードはありますか私もやっぱり子供に甘くなっちゃうといいますかですね、うん、でも今15歳で大きいからあんまり相手にしてくれないわけですよ<ー>でたまに相手にしてくれるともう欲しいもの全部あげちゃうっていうところがありましてちょっとなんかテレビ見ながらちょっとアップルパイ食べたいなみたいなことをですね息子が言いましてアップルパイなんか作る女じゃないんですよ私は本来ね <laughs> でも夜な夜な いろんなところのスーパー行って生地買ってアップルパイを作ってですねワンホール食べなさいと <laughs> もういいよっていうので普段やらないことをですねやって一生懸命今好かれようとしています息子に甘やかしていいんですかね。<laughs> うそれぐらいの年齢になると少しこう ククーールルなな感じになってくるどうだったの今日って言ってもまあ普通みたいな、ね、<laughs> 全て普通で返してくるのでそれ以外の言葉を聞くためにはやっぱりアップルパイと。 アイスクリームが今必要なんですね。<laughs> <laughs> それぐらいの年齢になってくると <laughs> ね、ねクールになっちゃうっていう。そうなの。だってみんなこうね、子供たちがキラキラしてね、クールとかじゃなくても楽しそうにしてるじゃない。それがいつかクールになるの？はい、なっちゃうんですよ。15歳ともなるとも。そう。はい、いや今なんか僕なんかもうね、究極の甘やかしになってしまった。えー、あの魔法の言葉、ごめんねを覚えたんですよ。

ああちょっと待って待ってほらガーフィルドああ行かない逃げちゃダメだよ今ほら嫌いなものを言わされてるからえ何？ああすごい正解大正解そうなんだよね偉いね言えてさすがそっかガーフィルドねね当たり当たりそうなんだよ月曜日嫌いなんだよね月曜日嫌いなんだよねお風呂入んなきゃいけないからねあの子の言う通り理由はそうお風呂に入

ムカデか,かー嫌いだみんな好きな人いないよムカデ怖い、うん、急に出てきたらびっくりするもんねあれね足ありすぎるよねそうなのね怖いようん怖い気をつけよ怖、ね、いよねじゃあちなみにお二人がいやこれは本当に嫌いだっていうのは何なんですか最近この暑さ夏好きだったんですけど昼間とか歩くともほん 本当になんか夏こんなだったっけと思ってだからアイスとか食べちゃってるよ毎日いいアイスで頑張ったんとかやってるよねえ <laughs> アイスいいよアイス。 やってけるよ。この時期はアイスお母さんお父さんがそんなにたくさん一気食べちゃダメだよみたいになりますからお父さんお母さんも食べてる感じですよねきっとね一緒に食べよう食べるかそら。夏休みだもんそりゃそんなよ自分食べたらいいよアイス出ましたよさあ山里さんは僕が嫌いなものはですね才能のある若手の対等ですかね わかんないんですよ。ああ、子供たちの前でした。いきなり本当のやついらないんですよ。そうですか。ん生々しい夢のあこどもの。じ急に動くセミですかね。ああ、それもまあまあ。わあ、セミいると思ってびゃった。ああね、ジュウみたいなね。ジュウってされ怖いです。なるほどね。ごめんねみんな。夏ですね。夏高。え、じゃちなみにさっきねほら宿題嫌いとか言ってたじゃないですか。嫌いなものを克服する何か方法とかあるんですか。どうだろうでも嫌いなものじゃないと学べないというかね。うん。 そう嫌いで嫌いなのかなって考えたりとかすると気が付いたらそれをこう克服する力みたいなものがゲットできたりするじゃないですか,<ー>か嫌いなものを嫌いだから無視するよりもちょっと向き合うっていうのも成長につながるんじゃないかななんてお母さん思いますよ。かはいだから嫌いなものに出会ったら、ね、あこれを開示したらこれを克服したらまた成長できるんだうんあ今チャンスタイムなんだなって思うようになっていくと。素晴らしい そうか嫌いなものが一気に自分を成長させてくれるものに変わらなきゃな。 ね、そうじゃなないいかなと思いますってことは山里さんはセミと対峙すればううす好きになれるっていうことです,かそうですねだから嫌いなものを対峙して急に動いてもびくっとして若手の、ね、才能のある芸人さんにもちゃんと向き合って、ねはい、ちゃんと向き合ってこびてねそ<う>使ってねって言って向き合っていきたいと思います<笑><笑>、えー、みんなこびてるって言葉知ってる <laughs> ああ覚えなくていい言葉ですいらない言葉だよガビの分かんないってそんなことよく知らないよねちなみ にガーフルドはなんか克服する方法知ってる克服する方法そうだ苦手なものうん。逃げるだってガーフィールド克服しないで逃げちゃうって逃げちゃう逃げたらねそうか確かに逃げて戦わなかったら負けないからねまあ確かにね逃げるもいいです逃げるも大事な手段って時には逃げたくなった時に逃げんのも大事ですよ大事ですねガーフルドそれ教えてくれたんだ うん、一言ずつ映画のこうこういうところを見るとすごいいいよ、うん、みたいなちょっと応援コメントをお願いしたいと思いますじゃあ山里さんからいきましょう、はい、そうですね本当にずっと家の中にいたはずのガーフィールドが大冒険に出て,てもうそこはアクションあり笑いあり涙あり最高の物語なので、ね、それかも見終わった後にこう親子の絆なんかを確かめることができる素敵な映画になってますの、ね、でぜひ皆さん家族で友達と一緒にご覧くださいませ。イエーイ ありがとうございます。ではめぐみさんお願いします。はい、やっぱりあのガーフィールドは世界で一番愛されているね猫、ね、ちゃんだと思うんですよね。このキャラクターが 本当にこの映画の中でも爆発して魅力が爆発しておりますそしてやっぱりこうお子さんとそしてあのご両親が一緒に見れる映画ってだんだんねなくなってきますからそういうふうに家族で一緒に楽しめる映画だと思いますし山ちゃんも言ってましたけど最後ちょっと泣けちゃう私も泣きました本当に家族で一緒に泣いて笑って笑ってですね、えー、いい夏を過ごしていただきたいと思いますぜひご覧ください。ありがとうございます さあ、それではガーフィールドさんお願いします、ね、先生、うん、ガーフィールド先生、ね、僕の、うん、可愛らしい子供の頃のガーフィールドの姿見れるしアクションなんかも完璧にやっちゃうしみんな家族一緒に仲良くニャンダフルな冒険を見せちゃうよと素敵だな、ね。ありがとう、ガーフィールドニャンダフル